さんランクどこですか？オールニュータイプ。何されてるんですか？おニュータイプです。ガンダムっておもろいですか？ガンダムは面白いですよ。やばい、お前舐めてんのか。ガンヤボがね。はぁ、マジ。本当に素晴らしい。早いほどいいんだよね。本当にごめんなさい。それ言います。ガンダムチャンネル。今日はガンダムのプロサタイしていきます。コメツキ。コメツキでいい。なんかもう自然きそう。おい、てか誰だよ、昨日の飲み会で俺の膝に絆創膏貼ったやつ。え、どういうこと？めちゃ優しいじゃん。めちゃめちゃ優しい。いや、別に怪我してねえって。どういうこと？いや、怪我して、なんか可愛いなと思って書いたら絆創膏くっついてて、すね毛めっちゃ引っ張りちぎれて痛かったって。いや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 。誰だよ、これ貼ったの。気遣いやん。気遣いやん。気遣うことあるよ。絆創膏は。マジ痛いし。そこだけ真っさらびっくりしたわ。つるつるよ。ブラジリアワックスつけられた。うん、マジびっくりしたわ。ベリー行ったんすか？ベリー行ったよ。だってもうテープがでなんか皮膚負けたかなんかでめっちゃ赤くなって痒いもん。なんで痒くなるんすかね。かぶれもう鉄が折りかけがね。角質が擦れんのよね。なるほどね。専門家来たぞ。なんかぽいぽいこと言ってる。角質がね。すみません。最近あのジンマシンに悩まされてるんで僕。おお。なんでジンマシン。そうなんです。いやなんか多分食かな。なんか無理にダイエットしようとして偏った栄養バランスになって思ってそっからなんかジンマシン出てきて。なんか食べちゃいけないものとかじゃなくて食べないことによって出るんすかジンマシンって。いやなんか免疫が弱くなってるとかなのかな。そう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 。ご飯食べてるちゃんと。めっちゃ食ってるめっちゃ食ってる。お魚ソーセージ食べてる？めっちゃ食ってるめっちゃ食ってる。塩分高いから気をつけてね。お魚ソーセージ。先に言えてそれ。変にいつも魚肉取ってくるから。僕だから。先に言えて。遺伝子検査いいよカイトさん。あ、なんか全部わかるんでしょ？僕遺伝子検査最近終わったんだけど。なんかその消化しにくいものとしやすいものとか教えてくれて、どういう食べろとかあるみたいな。人によって遺伝子がなんか変化して違うらしくて、そのあ合う合わんダイエットあるもんね。そうそうそう。それいくらすんのそれ？あ、でもキットを買って送るんすよ。で、キットはアマゾンで5000とかでも売ってたし、高いのと5万円のとかもあった気がする。へえ。意外となんか送られてきたことあったな、それ。ほっぺたにこうなんかあのコロナの検査キットみたいななんか綿棒先インフルとかについてるやつベーってやってそれを送るんですよ。なんか口の中の成分調べられるのやだな。別に無理やり調べるの。そかそかそかやらんでいいやん。そか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 何を言うてんねん。そかそかそか。でもそれで金額の上下やるのちょっと怖くない？確かに。いや確かに。違う違う。その遺伝子だけでもなんか肌のとかそのダイエットのやつとかなんかいろいろあるね多分種類が。勝手にクローンとか作られたらどうすんの？だから自分の配信してもらう。俺もいろんな配信してもらいたいな。え、何配信させるんですかクローンに？クローンにまあモンハンやな。今は、うん、そのうち嫌になるって絶対に。俺はバロやる。クローンって作っていいの？いいんじゃね？バレなかったら。いいんじゃない？なんかいやあかんやばいでしょ。あかんかった気がするけどな。いやいやバレんかったら、OK、クローンって作っちゃダメとかあったよね。いやあったよあったよ。作ってあかんってのはあるはずだよ。ちょっと作れるちょっと変えようぜ。ちょっとクローンじゃなくて ね、なんか犬のクローンをその飼い犬が死んだ富豪が犬のクローン作ってもう一回飼うみたいな事例あるよ。やば。じゃあ微妙に眉毛なんかちょっと鼻筋とか書いて弟って言い張ろうぜ。あまあでも兄弟ってごまかせるかな。でも入社家が人気出てきたらどうするんですか？でもそしたら俺はその入社家が稼いだ金で酒飲むよ。一番いいやつ。入社家。原社が入社家を養うって思いがない。入社家にもないことになるっすよ。いや確かにな。絶対切れてきますよ。俺の居場所なくなったらどうすんだろうな。最後なんか入社家もみんなが思う社会になっちゃうじゃないですか。そうよ。ああ、怖。今の自分の社家は誰なんだって。やっぱオールド社家はいまいちやな。うぜえそれ。入社からの方が得めな。でもね、大丈夫。入社からチャンネルが。最後にはみんなオリジナル社からの元に帰ってくるから。あ、帰ってくるの？帰ってくるの？やっぱオリジナルの社から一番やな。やっぱ下がったなってなる。入社から入社から。入社から気持ちこもってないわ。完璧すぎてもね。ああ、ガンダムしよう。行きます。
そう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 、人工的にニュータイプを作るぜみたいなノリ。ガンダム一番上のランクニュータイプなんでしょう。なんかトップ500かなんかいったらニュータイプになるらしいよ。かっこいいな。マジで俺。レジアンそうそうそう、ニュータイプ。そう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 、ニュータイプちょっと一回踏みてえな。俺ニュータイプって言いてえもん。いやマジでわかる。マジで言いてえ。ニュータイプになりてえ。チャラさんランクどこっすかつって。俺ニュータイプ。マジかっけ。めっちゃいいって、めっちゃいいって。秋葉原のメイド喫茶とか言ったらモテそう。ニュータイプのお客様。何されてるんですか。お、ニュータイプです。いつ、いつの時代のメイド喫茶だよそれ。キモすぎ。あ、シーズン1ニュータイプです。シーズン2は。シーズン2ニュータイプ。二刀、シーズン2シーズン2シーズン2ニュータイプタッチしてます。ちょっと弱いからなとか言われて。ニュータイプタッチなんで14ポイントですね。みたいな感じです。宇宙のあれが聞こえてくるんですよ。機械と一体になる、すごいですよ。ふわーっと飛んで。ガンダムっておもろいですか？ガンダムは面白いですよ。やばい、舐めてんのか。ガンエボがね。はマジか。え、はマジか。どこが面白くなさそうだと思った？いやいや、見たことがないからよ。見たこと初見だからこそ。見たことないっていうのは思んなさそうってこと？だから見てないってこと？時間がアニメは見てるけど、その中からガンダムを排除して別のアニメを選んだってことですか？違う違う。話数よ、話数よ、やっぱり。腰がやっぱ重くはなるじゃない、やっぱ。いや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 、20話とかで終わりますけどね。いっぱいシリーズ分かれてますけどね。そうそう、シリーズがどっから見たらいいか分かんないじゃない。どこ見てもいい。分かりづらいと。じゃあ要するに構成が、構成が分かりづらいと。世の中ポイズンなんか GTO いなかった。でも実際俺も1作品しか見たことない。シードでしょ絶対。いや、ダブロー。あー、ダブロー。まあ、ダブローの期待いるんですか。いるよ。あ、いるんだ。シード、シードいます。俺こんだけゴリゴリ言ってるけど見たことないしな。いない。早くユニコーンのウォッチパッドやってくださいよ。いや俺見れなかったから。先行のハサウェイってユニコーン見てくださいよ。ユニコーン先行のハサウェイ。ユニコーンガンダムです。流れ変わるやつね。それでもユニコーン。え、熱いシーンで流れんの、あの有名な BGM は。熱いシーンで流れる。おー、これがなんであんな面白い動画に使われてるのか分かんないぐらい。分かんないぐらい。めっちゃいい。めちゃくちゃいいよ。ゲームしか見てみようか。見るならおすすめの一作品どれですか、ガンダム。いや、もうユニコーンが見やすい。ユニコーンだろ。やっぱユニコーンなんだ。絵も綺麗だし、話も分かりやすい。涙の向こうじゃない？面白いよ。涙の向こうって聞くよ、俺は。何それ。涙の向こう。やっぱり。ガンダムって泣くの？やって歌った、やってこれ。誰誰誰誰。やばいやばいやばい。これ歌ったか。やばい。え、通ったな。これ通ってたな。うわー、ちょっと決め打ちミスった。やばい。え？決め打ちミスったのこれ。何だ？涙の。それ何何？多分それ、それは多分シードの多分オープオープニングかな。神曲、本当に。曲？曲の話。曲の話。曲だったんだよね。だから本当にガンダムのアニメの話。シードじゃなくて。はがられてない？なんかダブローのオープニングって。ダブローじゃない？だから本当知ってんのよそこは。あい！たよ。はい。ダブルオーが本当にガン知ってるってことダブルオーだもんね。あれめっちゃいいんだよ。え、てかえ、あお、え、お、エンディングじゃないか、オープニングか。ガンダム知らない俺でも知ってるっていう。謝るのって早ければ早いほどいいんだよね。本当にごめんなさい。さあ本当に全部見ます。え、全部見ます。え、全部見ます。今全部見るって、今全部見るって言ったよね。全部見ます。ガンダム全部見ると。ガンダムマジで全部見るんやな。お前全部見るって言ったな今。お前すごいよ。え、ワンピース、ワンピースよりはじゃない。ワンピースよりあるよ。え、そうよ。マジかよ。ハリーポッターより長いぞ。ハリーポッター映画出してるんだって。ハリーポッター全然見れる。とりあえず出してみたね。ワンピースなんて日じゃないぐらいあるらしいぞ。まあそうなんだ。うわ、言っちゃったね。アニメで見るんでしょ。映画じゃなくて。うわ、大変そう。漫画はないですか。漫画はあるやつもある。漫画で全部もあるし、小説とかもあるよ。小説、活字は小説漫画アニメを全部読むってこと？え、でも全部。全作品全網羅するってことやろ？
俺はお前ソムリエやん。終わる頃に俺ら話してガンダムのガンダムの人やん。ガンダム戦はガンダムチャンネルやん。ローレイワースガンダムチャンネル。今日ガンダムの考察していきます。今の謎についてとか言ってる。今俺調べたら2020年段階で697話ある。クローン作ってクローンに見せてよ。